アンドロイドオートとは Google によって開発された Android 端末を自動車内での利用に最適化するためのアプリケーションである。ダッシュボードやカーナビゲーション用のオペレーティングシステムである Android Automotive とは異なる。車に搭載されている Android Auto の実機 Android Auto は2014年6月25日の Google i.O で発表された。 2015年3月19日に Android アプリがリリースされた。Android Auto は2014年1月6日に発表された自動車と Android の統合を推進する団体オープンオートモティブアライアンスの成果の一つである。Android 端末をテレマティックスにつないで Google マップナビやその他のアプリケーションを連動させる。また音楽再生や Web 検索、SMS、 電話などの機能とサードパーティーアプリのインストールをサポートする。基本操作はテレマティックスのタッチパネルで行えるが安全運転の支障とならないよう Google アシスタントを用いた音声操作も可能になっている。さらに今後は車に据え付けられているセンサなどのハードウェアへアクセスできるようになるとし、サポートするハードウェアとして GPS、ステアリングボタン、オーディオシステム、 スピーカー、マイク、車輪速度、方位、モバイル通信を上げ、その他の車両データについても開発中であるとした。なお、車両側からの位置情報が、本当にマップアプリケーションに反映されているのか長く、議論されてきたが、日本における2020年8月30日に、疑似位置情報を用いた、日本のユーザーの実証実験結果から、位置センサーを備える車両側から、 位置情報を得て画面表示されていることが確認された。ただし Android a u o 5.4 502,264においてもその他の車両ハードウェアのアクセスの実装は確認されていない。Android a u o を使用するにはこのシステムに対応した自動車カーオーディオカーナビゲーションと Android 5.0ロリポップ以降を搭載したスマートフォンが必要となる。 アンドロイド端末とテレマティックスの接続は USB ケーブルを用いる。2016年11月7日からはアンドロイドスマートフォン単体でも使用可能となった。アンドロイドオートが使用できる自動車の製造及びカーオーディオカーナビゲーションの発売を行っているメーカーを記述。2015年5月に発売されたヒュンダイソナタがアンドロイドオートに初対応した車両となった。 Google I.O.2014?Android Auto.Developers.Start Your Engines.What You Need To No.About Android Auto.Hat Google Gives Us.A.Simulated Ride With Android Auto.Hat Google Japan Blog.Android Auto がすべての車でご利用いただけるようになりました。Android Auto がすべての車に対応、車載機器につながず、スマホ単体で、 東坂の2インギャジェット日本版、アンドロイドオートの初搭載者は、ヒュンダイソナタ、IT メディアニュース2015年8月10日閲覧。ありがとうございます。